オリックス夏の新ユニフォーム発表。こちらオリックスの夏ユニフォーム、全身緑の配色となっております。パジャマからランクアップやな。フォアボール増えそうな色やな。かっこいい、ありそうでなかった配色。アイ宇宙が一番好きだったわ。今でも部屋に飾ってる。アスレチックス藤波やんけ。アスレチックスみたいで縁起悪いわ。かっこいいけどなんか文句を言いたくなるデザインでもある。いつも思うけど大阪の球団は夏の陣って縁起悪くない？毎回思うけどなんで上下揃えるねん。一人はクラシックスタイルにせいや。こういう場所でもベルト隠して出てくるやつってマジでそれがかっこいいと思ってんだな。あたおかやろ。弱いチームみたいで縁起悪いやろ。少し前ほどチャレンジしなくなったよな。期間限定ユニはかっこ悪くしないといけないという暗黙のルールでもあるんやろか。最近ユニをダボっと着てベルト見せない選手多いけど、こういう場くらいちゃんと着たらええのに。2015の日ハムってこんな感じやったよな。緑だと海の向こうの某チームを彷彿とさせて縁起悪いからやめた方が良さそう。マジでアスレチックスっぽくて縁起悪い。ご視聴ありがとうございました。